ん、ありがとう。これめっちゃ寝るやすいね、やっぱ、うん、サッカー日本代表やってるって今日。そうなの？なんか、あ、でも普通に親善試合だっけ。こんばんは、うん、MK さんありがとう、花ありがとう、なおさんありがとう、ありがとう。10月目撃者連れていくよ、ありがとう。もかちかまさんありがとう、ゆたしさんもありがとう、みじえさんありがとう、ちゃんとくさんもありがとう、こんばんは、まさたんありがとう、こ腰んさんかな。あってんの。わかんない。みーちゃん喋って、うん、なんか。腰んさん。わかんないな。わからない。サットンさん、ジローさんありがとう。アイス食べましたよ今日も。じゃあね、行くよ。うん、こうね。うん、あ、マリー。スーパー。おお、じゃ。ちょっと待って、ちいさんありがとう。どっちから回ってるか分かんなかった。どっちから回ってなかった。じゃあ、アイチから、アイリからスーパーマリオ、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 あ、間違えた間違えた、違う、美咲のことを飛ばしました。アイチが順番間違えた、もう一回、スーパーマリオ、スーパーマリ、スーパーえマリ、スーパーマリ、どういうこと。はい、はい、スーパーマリオ、うるさ、どういうこと。さえちゃんの次っていう脳になっちゃって今ダメだ。じゃあ、それでも、それでいい。じゃあ、こうしよう。いや、そうよ。さえちゃん1位、みさき。うん、そうしよう。ほら、けそうやろ。こうしよう。分かったのさ。いや、誰からっていう問題。スーパーマリオ、スーパーマリオ、スーパーマリオ、コイン。また、次も、なかなか分からない。そうじゃん。単純じゃん。あ、こうか。こうか。下手。今日 iPhone の発表日。14日。の、12か、今日12の夜だから今日や、今日だね。タタさんありがとう。今夜ですか、 iPhone 新作。うわー、ピンクあんのかね。そこがみんなピンクがいい、あれだよね。まあ別にピンクじゃなくてもいいけど、どんぐらいの性能なのかによるけど。深夜2時発表。じゃあ起きときます。はい、起きときます。絶対起きときます。たくん、ありがとう。兄ちゃん買える iPhone なんで発表されるんやけ。今日発表されますから、ね、マットさんありがとう。かわいいこれ。これそう、髪型可愛いです。そう、さえちゃんに可愛いって言われてちょっとハマってる。こちらね、え、似合うよねこの髪。うん、あれとどっちがいい。こちら、どっちもって言っといて。違う良さがある、うん、服装に合うから。そう、あれも気に入ってんもん、うん、簡単だから。可愛い系の服装だったらこれだけど、いや、そう、いいんだけど、うん、何こっちの方がいい。思わない？今のキャラ。あのチーカワヘアも結構気に入ってんのよ、簡単で。いいよ、いいんだけど。服装によってはワンピースとかなんか可愛い襟付きのワンピースとかだと。はい。わ。しな？いや、それも別に似合ってないとか言ってない。そうなんだ。こっちがすごくいいってこと。本当？思いません？皆さん。さやちゃんが言うなら本当だよね。それは。ねえ。あと、うん、ピアスつけてるのがいい。あ、いい。なんか合ってる。本当？
わかる。全然大人な感じだよね、うん、シーンで買いました。これピアスでめっちゃ大容量みたいな、いっぱい入ってる、いっぱい入って、うん、荒れるやつ。荒れないのよ。それ言うな言うな。コラボしてるから意外と。必ずコラボしてますあなた。人にやります。金やれば、金やれね。それは仕方ないでしょ。そうでしょ、そうでしょ、びっくりしちゃうんだから。そういうことでしょ。金属アレルギーの方はちょっと危ない。シーンとか関係なく、うん、普通に投げれるもんね。マジで来てますか、普通に。あ、大ちゃんありがとう。いいよね。私は全然皮膚強いんで、強いね、どこのどこの海外のやつでも謎のやつでもつけれるから。謎のやつでもつけれます。あおいちゃん衣装のやつでもあるじゃん。衣装はね、あーねーねーねー、あのなんでイヤリング、そうね、私全然大丈夫です。だからね、そのめっちゃね、何百円でね、何十個も入ってて、アクセサリーはいいですね、やっぱ。あの、うん、でも全然つけなかったじゃん今まで。そうだよ、みんながつけてるからつけてみた。そう、影響を受けていいと思う。周りのみんながね、なんか可愛いのつけたりして、わ、いいなと思ってちょっと取り入れてみた。何を？ピアス。こんばんは、だいちゃんありがとう。そう、でも高校生の時にね、私友達みんなと開けたんですよね、文化祭でつけようみたいななって、お揃いで。そうだからね、1年間ぐらいずっ と透明のやつとかつけてたんでね、もう塞がらないっていう。こんばんは MK さんありがとう。こんばんは、こんばんは。この髪型しようじゃ、公園とかでもちょっとまとめ髪しようかな。でもこれが、うん、ヘアクリップが、うん、いいんだよね。ヘアクリップがいいのか。大ちゃんありがとう。そうだと思う。ちょっと高いさ、ヘアクリップとか買おうかな。知ってる、あのなんかあるじゃん。え、買おうかな。これナコにもらった。うわ、いいね。なんか色違い知ってる。あ、今調べれない。ヘアクリップ、うん、ブランドもののヘアクリップとか1個欲しいんだよね。なんか可愛くない？ブランドのロゴがさ入ってたりするじゃない。例えばミュウミュウとかさ、なんかあった気がする。何万とかすんのかな。そんなする？ヘアアクセで。ピンでするからね。あんまヘアクリップなくない？ピンが多いよね。うん、ピンが多い、ね。買おうとしたあの。無理だ。ピンなんだっけ？じゃあ無理だ。ミュウミュウか。プラダ。うん。いいねー。無理だよね。あ、プラダのヘアクリップ。ウタチさんありがとう。6万。死亡。セリーヌのやつ見て可愛い。6万。死亡。ダメだ。死む。死亡死亡。可愛い。はあ。スイッチ2個買える。本当にそうです。ゆうつのばあさんありがとう。サッカーを見ながら。ちょっと。あ、ユーチューバーカラオケ大会。いや、違う。え、かわいい。コンサート、コンサート、シャネルの、うん、YouTube コンサート13万どういうこと？ね、ない？え、もっとないかな、安い系の。わかるね。あ、じゃあ大ちゃん、ありがとう。こんばんは。すごいね。今は YouTuber もあれだ、うん、ステージに立つ、ね。あーね、歌って踊ってます。 YouTuber の方もね。確かに。大ちゃんありがとう。こんばんは。ちょっと可愛いヘアクリップないかな。シーンのしかない。私シーンでしか買ってない。国翔さん、あ、ありがとう。てかさ、なんでいんの？さ、待っとんだけど、なんでいんの2人とも。
ご飯食べて、あ、そういうこと、そうです、ご飯食べて、ご飯食べて、ちょっと寄って行きましたっていう、そう、できたー、そうです、で、なんかちょっと見てたんですね、喋ってていいよ、ケビンさん、ありがとう、ジローさん、サマーパーラーデ、サマー、サマーさん、ありがとう、ダイちゃん、ありがとう、分かってないか、ロネ、ちょっと抜けてきましたね、エミリーさん、公演お疲れ様でした、伺ってあります、エミリーを皆さんから、皆さん元気を、ちょっと元気が、エミリーさんの元気、元気を、星なくなりました、なんで、じゃあ星配信、お金減るの、いや違う違う違う、デザイン変わっちゃったんです、もう流れ星みたいになっちゃう、お金減るの、カロちゃんありがとう、あっ、ミーちゃん、わあ、ミーちゃん持ってくんよ、わあ、何を見てるの、それが同じ動画、あら、続き、あ、届いた？これ買ったらなんかちっちゃいの持ってた、何色？これ何？何の色？かわいい、かわいい、あ、17Cだって、育てんこれ、もしかして、私は合わなかった色味が、あんまり多分、あ、これ一番明るいよ、あ、でも17だったら合うか、21が、たまごっちみたい、21が合わないなんて羨ましいよ、いや、違います、黄色味みたいな、黄色、黄身、黄身が強いから、肌が白いから、いや、黄身になっちゃうんだ、黄身、黄身、あの、ユーとかじゃなくて、黄身、ユーのやつじゃなくて、じゃなくてね、タータさん、ありがとう、おいちゃん、ありがとう、みなこちゃん、ありがとう、あ、じゃあキラキラ、パリマさん、言っちゃった、大ちゃんありがとう。何の話か分かんないけど大丈夫です。あおいちゃん、たっとさん、名前言った、あおいちゃん、ありがとう。家だけど友達だと思うね。もしかしてありがとう。ん？ん？パンリーと喋ってる。最近さ、これのやり方って下手くそでさ、一人でさ、なんか下に置いやっちゃって、バーンって、怖い怖い怖い、怖い、怖い、熱湯じゃない、熱湯危ないですね、全然持って帰んないじゃん、あれ取る、春雨、もっと梅わさび食べれないんだ、あー、そう、忘れてた、うん、持って帰ります、今日こそ、今日こそ、いや、あの優しいトーンで、なんか、なんか疲れてるからさ、疲れてるよね、鼻につくんだよね、ほら、すべてが、鼻につく、怒らせないで、ちょっと待ってください、うわっ、やばい、顔やばい、こんな鼻が、顔座れてるよ、座れてない、座れてるかも、マジで、ちちせんちぼう、ちょっと待って、それ、多分エミリーさんじゃない、そっち、やだ、座れてた、熱飛ぶから、飛ぶかな、あっちにいたかもよ、ここで締めちゃった、うん、こいちゃん締めちゃったから、でもさ、潰したってやくない、こいちゃん、ありがとう、だいちゃん、ありがとう、みんなの体は救われたよ、確かに、ありがとう、もう、どっちも座れてたと思う、疲れたもん、大丈夫かな、こいちゃん、マットさん、ありがとう、やばい、眉毛も描いてない、うん、大丈夫だよ、エミリー痒くないの、かわいいね、ネイル買いました、サイちゃんにもらったネイルつけてます、つけてちょっとハゲてます、ハゲてますよ、足もつけてます、私つけてます、足もつけてます、うん、つけてます、マニキュアってもらえないのかな、うん液体のその美容
グッズはちょっとあれだったの。ゆたちさん、ありがとう。エコちゃんみゆ、エコチャンネルみゆちゃんつけれるかな。つけれるっしょ。できるかな。できるかな、ね、気づいた？傘捨てたの。ね、そう、はい、それ一番目に気づいてた。ちょっとさ、傘捨てるだけでさ、あんなに家の雰囲気変わる、うん、ね、ね、傘多かったもんね、うち。確かに。大丈夫でしょ。こんばんは。え、マイクラ？大ちゃん、ありがとう。うん、最新の配信のやつ見たい。1日前。あ、違う。すごい。これじゃないな。あ、2日前か。せーで。あ、すごい。はい、むくみ抜きだ。え？あー、危ない。むくみ抜き。絶対逆だから、じゃがりこと。あ、確かに。軽い軽い方がね。疲れちゃってる。エルタのファンめっちゃ優しいわ。なんでですか？めっちゃ声でかい。そう、優しい。優しいから声が大きい。でかいっていうわけですか？愛、うん、愛の声の。ああ、なるほど。なんかさ、好きやったらさ、多分惜しいやったらさ。うん、みたいになるやん。もうこんな感じずっとみんな。あ、興奮状態で入れてんだって。でも嬉しいですよね、それは。え、ギターどうだったの？え、めちゃくちゃ普通に上手かったんだけど。すごい、さすが。通っただけあるな、ね、そっか。ね、意外とないヤギな。ヤギ？入んないね。羊みたいな鳴き方。羊、羊じゃない？待って、美咲かな。いや、刺された。いや、わかんない。兄ちゃんやる、絶対。かゆいような気がする。かゆいような気がするだけ。めっちゃさ、こちら新しく買ったやつです。こんばんは。羨ましいんだけど、ヤギになりたい。なんか臭くて。ヤギになりたい。刈られるよ。刈ら。大ちゃん、ありがとう。星になってるの今気づいた。あ、本当だ。本当だ。仕事あって今日もお疲れ様です。お疲れ様。本当に。お疲れ様だね。うん、今日は火曜日。シーンって動くの早いの。シーンはね、1週間くらいかかるかな。1週間くらい。後ろのみんなの会話が面白すぎて。そうだね、入ってこないね。え、あれもあったの？豚とかも。うん、ね、これはエテで買い、エテっていうの？で買いました。リング、ファンの人が作ったの。ファンの人が箸作ってくれた。のりさん、ありがとう。あ、え、人のところを作れるの？こんばんは。そう、お邪魔するとはできる。いつも買うの躊躇して。いいよ、結構安いしね。送料無料だしね、全然。ピー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 。今日ちょっとむくみに来た。今日もワリワリ。ティッシュ？むくみに来た。どうだろう。出て、あ、すみません。すみません。いや、初めて私も買ったよ。今日新しいホットモットのメニューだった。ちゃんぽんのスープだった。ああ、それ新作だ。うん、ありました。ディナーの時あった。余ってたよね。うん、でもめっちゃ味美味しかった。いや、余ってましたよ。最後まで余ってました。最後まで余ってました。そう、あの一番大変な大変なディナーの時だよ。一番最後じゃない？ああ、うん、最終日か。
価値かもさん、ありがとう。あ、やばい、一日一回はやろうと思ってたのに、やってない。やばい、今日やんなきゃね。何これ難しい。うわ、いいな。どう、やばい。こんばんは。難しすぎてね、難しいのがあるんだけどね、ちょっと忘れちゃうよっていう。葵ちゃん、ありがとう。皆さんどうですか、いかがお過ごしですか。10月、マッサージ行きたい。10月コンサートありますけれども、ハリを行きたい。楽しみ、オープニングから、ね、ハリいいね。本当に、うんうんうん、もう最初は最初から。そうだね、どうなることやら。おかっちさん、ありがとう。こんばんは。目撃者が なさすぎて。そうなんですよ、3回本当にない。いもさんの生誕とまぴさんの卒業公演でしょだけ。どうぞ。ね、今日から北条やだよってね。そうなんだよ、さっき知ったよ。18まででしょうか。行きたくない。びっくり、行きたくないよ。そう、こ目撃者はね、したいんだけど、なんかあんま忙しくて行けなさそうだね、今回は。今回もな、去年も行ってない。でもなんか普通に暑い。え、そうなの。暑いんだよね。涼しかったらいいんだけど。本当に暑いの、あれで暑いんだよな。いいか。アイパック来た。ね、それのアイパックってあれか、アイスのパック。そう。アイパック。パーク。パーク、パーク。あの、なんかやってんだって。アイスパーク。みーちゃん見せてあげて。アイパック。何時までしたっけ。8時8時ぐらいまでか。日本語も出てこない。なんか市役所のフレア広場だっけ。うん、フィギュアスケート的な。アイス、アイス配ってる。アイスクリーム万博。はいはい。めっちゃいろんな種類があるんです、全国のなんかアイスが。あ、そうなんだ。でもさ、何時まででしたっけ。5時、何時から何時みたいなありまして、多分時間決まってる。でも、うん、その外がね。あ、違う、万博じゃないで、博覧会。あ、そうなんだ。あ、パークじゃないんだ。アイスクリーム万博とかっていうの。あ、あれ、アイスクリーム万博で、あ、かわいい。あ、アイパク。それ好きで、かわいい。あ、これですか。服。あ、服か。服か。これ可愛くない。服か。え、じゃあこっちとどっちが好き。セポメラニアン。あー、でもイデミリさんは言ってくれてるんだよね、そうやって。これいいよ。いや、もうだからどっちも、だからエミリーさん推しとサイちゃん推しで2つで生活してく、うん、2パターンしかないの。2パターンでいきます。何時でした、みーちゃん。19時半。うわ、あ、やっぱ夜から。え、11時半まででしょ。あ、11時から19時半。あ、お昼から、お昼前からやってんだ。そう、じゃあちょっと暑いの。あ、そうだね。でも、じゃあもうギリギリ7時とかが一番いいのかな。あ、間違えた。締め切り最終日は、うわ、18時か。最終日はね、うん。来たかった、あのかき氷、芋のかき氷食べたから ね、買ってきて、みーちゃん。今のじゃない、芋のかき、芋かき氷がいいな。
今かき氷かじゃかじかじゃ、うん、どうしよう、いつ帰るかな。山の母さんありがとう。まだまだ暑いからね、9月は暑いからアイスの時期で。9月さちょっと忙しいじゃん、なんか9月あっという間に終わっちゃう。なんか秋が来て大きいね。確かに今日めっちゃ暑かった。本当にそう、暑かった。 BB さんありがとう。めっちゃ悪いけど台風の時さ、こっち側に来てない時やっぱ風が来るからさ涼しいんだけどね。あー風がなかったよね今日とかも。あー、その時やばかった。すごい並ぶみたいだった。え、そうなんだ。やっぱりやっぱりね。ハイパク並ぶそうなんで、ちょっとめっちゃ並ぶって。みーちゃんお願いします。いや、あなたもでしょ。君たち一緒にだって。みーちゃん一緒に並ぶ、並ぶって。しょうがない、しょうがないな。確かに二手に分かれましょう。全然分かれて並ぶ。違う種類もさ、欲しいじゃん。そうそうそう、そうだよね。わたかられて並びます。君たちって本当アウトドアだよね。すごい。そうなのかな。そうなのかな。アウトってイン、あ、そうか、アウト、インドア、インドア、インドアは家、家、いや、意味がインドアだもん、喫水の。あー、アウトドア、確かに超アウトドアだね。アウトドア、うん、すごく上手。あれ一人だったらかわいいだって。反応してあげなよ。ありがとうって。今日だけって感じ。そんな今日が特にってことでしょ。インドア、私でもインドアだったんですよ、もともとは。だよ。そうなの？君たち3人やもう集まりがさすごいからさ。インドアだったんですけど、多分みーちゃんもインドア派でしょ？インドアで一番インドアじゃん。そうだよね。でもこれで集まるようになってから、もう多分アウトドアになってる。ちょっとはフッカルに戻ってきた。学生の頃はね結構フッカルだったんだけどね。ちょっとアウトドアではないか。日焼けはしたくないもんね。そうね、暑いのも嫌だよね。これからの季節本気出すけど、ね、集まってご飯食べるとかは多いよね。冬になったら本気出す。アイリも本気出します。本気出すって、秋冬本気出します。もっと外に出る、もう外に出る、アクティブ。いけないもっと外に出るの、うん、すごいね秋冬はね。Yes, yes. Yes, yes. 確かに。え、前逆だったよね。え、もっとふっかるだった。あー、でも、住んでた地域によるかも。あー、そっか。なんか、住んでた地域っていうか、なんていうかな。一人ぼっちだったからかも。逆にね。逆にね。まあ、人それぞれのスケジュールが変わるけど。確かにね。なんかキャラクター渋滞してるね、そっち側。シナモン。アパンマン。アパンマン。このシナモン何年使ってるの？もう捨てな。最近だよ。うわ！本当本当。最近と思えないぐらいくすんでない。くすみ。2個空いてるからね。そう。いい意味だよ。いいでしょ？え？住んでるよ、シナモン。これもらったやつ。怖っ。え、色味ちょっとやばくないですか？本当に？靴下送ってあげてください。靴下送ってあげてください。そういう、もともとそういうやつか。淡い色のやつじゃない？淡い色やつ。キャラクター靴下欲しいわ。じゃあ、エミリーのが結構発色が良すぎて、そう見えるの。確かに、なんか結構だよね。あんたも、え？いや、でも新品すぎやな。
よりも暗い色ってシナモロールが嘘アンパンマンがアンパンマンめっちゃイエベだね。それかちょっとスーパーヒーローだからかな、全体的にグレー味があるな。あー面白いわ。あ、刺されてる。あ、出てみちゃんじゃん。いや、じゃあ今手の血を。そうだ、手で潰したんだ。ちゃんと洗った。洗った。拭いた。拭いた。大丈夫。そういうとこ大型だよね。うん。硬いよそんな。あちゃん、ありがとう。ね。なんかね。痛くなるよ。でもめっちゃ気持ちよさそうな書き方。これ。じゃあみーちゃんは爪長いから。これより気持ちいいやん。うん。かゆいとか書くの気持ち。見守ってました。仏の仏ネギ、なんか来てたよ。パジナラ行くね。だってやったー。みーちゃんもいるよね。24の夜いる。いないよね。私は OBS の大分です。皆さん来てね。なんか大分駅前の広場で、でも論文のあつしさんとか来るんですよ。すごい。そう、すごいよね。マックさん、おかゆさん、ありがとう。あ、そうなんだ。そうなのか。違う人か。違う。なんだっけ。赤ちゃんじゃない。女性の手だよ。女性の。今日もさくちゃん推しから一押しの方がいっぱいいるのかな。え、いっぱいいるんだ。いないいないいないです。そんないないない。聞くたびに全然言ってるよ。全然いないと思う。そんな。エルプリメさん、ありがとう。初めて 9.5 クーポン使った。サイモン、え、てかたまたま初めて、初めて使った。クーポンもらうもらうで使ったことなくて、うん、え、絶対使った方がいいよ。みんな使ってる言うから使った。お得でしょ、やっぱり、うん、お得だった。ちょっとだよね。手どんぐらい？手どんぐらい？え、指短い。ちょっとねえねえねえ、ちょっと待って、一回見せて。ごめんなさい。え？指短くない？短くない？だって始まりはそうだね。え？指長っ。やっぱ褒められたもんね。うん。褒められたもんね。演出家の。そうだ。そうだね。スタッフさんにね。でもちょっと嫌じゃない？うん、確かに、確かに違うよ。振り付けしてる時の手が綺麗ですねって言われただけ、でもまじまじこうなったら嫌だよね。それはされてないよ。それはされてない。短いんだな、私って。多分違うよ、あのちっちゃいんだよ。あー、そういうことにしといて。ちっちゃいのか、いや、あ、違う、むくみやすいんだ。そうね、むくみ、あ、むくみやすいよ、むくみ。クリームパンなんて。手はしてません。見てください。私そんなにクリームパンじゃないと思う。いや、私はあの爪が長いから、あ、まあね、そう見えるだけです。クリームパンほどね、気持ちよくはないかな。私結構薄っぺらいんだよね。いや、みーちゃんの方が手、ちょっと着てみ。比べてみて。あ、なんかね、もう全然動かないよ。あのネギは、そう、水分量が、ちょっともうこうだよ。水分量がね。見て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 、ヘビがね、あのカモちゃんのが、てか、私どう？普通じゃない？私の手と標準なの。待って、更新しないで。どう？こちら。やばくない？かわいい。普通の女の子の手じゃない？ポメ。ポメ？みーちゃんここが長いんだ。綺麗。ね、綺麗じゃない。長いここが。かわいい。すごいかわいい。ね、みーちゃんここが長い。でもグランピング一回行ってみたいんですよ。ここみんなでグランピングみたいな。したい。ね、したい。みんこのメンバー何人かでさしたいのよ。ほら、なになに、みーちゃんここが、うん、
長い。そうなの？え、じゃあみーちゃんどんぐらいですか？私と指の長さ。私指が短いんだって。じゃあ手がちっちゃいね。ちっちゃ、ほら全然違う、ね、あーちっちゃいね。ここがまずここも違うんだって。え、そうなの？ちょっとだよね。まあちょっとそんなに短くはない。え、小指見て長い。あー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 、そうやってこれ聞いてきました。皆さんゴンってあ、え、一緒ぐらいじゃん。なんかここが、うん、こっちのが長いね、ここが。え、ここなの？そう、長いよね。ある、君すごいよ。普通だもん、長っ。マジか、長い。長くない？そんな透明すごい長いじゃん。あー、面白い。なんか踊ってる、透明。すごい。アイリが多分これ標準だよ、これ。太くもなく細くもない標準。私の方が標準。いや、細い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 、ね、細い来て来て。私が標準、私標準だ。チャカマニョン、チャカマニョン。何すっき、何をしてんだか。ご利益がある。ご利益、ご利益、どっち？ご利益。おお、ご利益ある。あー、綺麗な。待って、このね、ご利益ありますよ、これは。もうアイリーが嫉妬してる。サラダ行かない。危ない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 。大丈夫？痛かった？痛かった？すごいめくるね。痛かった？痛くない、痛くない、大丈夫？突っ張り、なんか突っ張ってるな。なんでだろうな、ここでゴボゴボ。なんでだ、待って、あれあれね、一回倒せして。え、じゃあいや、うん、ここは大丈夫。え、いや、なんかアイシーが今先に合わせるって言ってたよ。おいしいな、毛並みって毛並みが毛並みって。日本買ってるよ。わお、なんかよくわからんけど応援。え、買ったんすか？日本買ってるよ。買ってるって、日本。じゃあ応援します。応援します。私たちは日本を応援します。でさ、26年のダブルハイエって、え、そんな年かけてサッカーしてるの？ワールドカップって。え、4年。サッカーの仕組み教えてください。仕組み教えてください。なんだその仕組み。だんだん追いつかれてる、ね。終わったんじゃないの？いや、終わりました。なんか親善試合って言ってたんですけど、その、この間やってましたよね、でかいやつ。オリン、あ、なんだっけ、オリンピック、ワールドカップ、なんかワールドカップなんかやってたから、今回は別に違うよね、確か。3-0から2、3対2に追い上げられてるって。え、やばいじゃん。じゃあトルコが2で、日本が3。まだやってるよ、だって。予選らしいです、今。え、こんなさ、区間からさ、予選してるの？予選めっちゃ長いみたいなのやってる。ガティ？それでさ、自分のチームに戻る期間はいつない？親善試合っすねって言ってる。親善試合とは、これは練習試合だよ、だって。でも練習試合でこんなに盛り上がるんだ。そう。アナか、やっぱり。一番すごい。だってなんかすごいさ、めっちゃ話題になってたからさ、またなんかの大会かなって思ったら。じゃあこっから応援してる人はもう優勝した時なんて尋常じゃない。いや、やばいですね。確かに。アイドルずっと応援してみたらいいんでしょ。確かに。そうですよ、絶対そう。オークスもね。練習試合。あ、今寝たいね。長すぎる。え、やっとホークスの試合終わったって。長かったね。負けたんかな、もしかして。あ、勝ったかな。4-8で勝ってる。わお、あ、勝ちました。18回裏。ランキングに集計されるのでってことはあれ。え、じゃあ自分のチームはどうしてるの。確かに。所属は、所属はどうなるんだろう。HKT の活動してますか。そういうことか。AKB の活動ずっとしてるの。うん、そうですよ、多分。
そういうことだ。日本強すぎるのが問題になってるって言ってます。サッカーがもう問題だってすごいらしいよ。もう世界で多分こう話題になってんのかな。才能の塊か。うわすごいな。いいね。そっか、あ、ディフェンス50頑張れ日本。日本ちゃちゃちゃ日本ちゃちゃちゃ。トルコアイス。トルコアイス食べたい。うわ、どうやって。屋台とかになんかありません？たまに。あるあるある、ね、トルコアイス。昔の北条屋。ある北条屋。握手会で。え、あった。あったの？私か削り氷なら食べた。削り氷。いちごの削り。AKB にめっちゃさケータリングが来てる時はさ愛知いた。AKB、え、そのあれですよ、めっちゃ自分たちで撮る。いや、車でしょ。車ない、ない、かき氷で終わってるわ、いちごのかき氷だけだし。あのさ、この前みーちゃんとゆうなと話してたんだけどさ、あのサラダ屋さんのさ、人参スープ美味しかった。わかる。チーズ入ってる。あれうまかったよ、確かに。サラダ屋さん、なんかサラダ屋さんが来たの、サラダボールのがずっといて、毎回めっちゃいいじゃん。サラダなくなってもそのスープだけはあるんだよ。そう、めっちゃ美味しかったよ。すごい、いいなあれ。また食べたい。サッカー見たらサッカーできそうと思ったりさできそう、野球できそうと思ったりしちゃうんだよ。すごいな、やってみればいいじゃん。急にエミリーがボリボリになってどうするの。本職めっちゃ変わる。走りますから。実は自分がさスポーツって本職だった。確かに才能のフリーズ。いやいや今全然違う。もう季節が違う。毛並みはよくせずに、まあ普通。今日は一日動いた後の毛並みだからちょっと。ああいいかあれかな。あのこうついたらいい。あ本当。愛知は髪強いですねって言われて。うん強い。そう毛質が強いですね。大ちゃんありがとう。ごめん。絶対言わないで隣にいるの誰か。うん、秘密にしといて。秘密ね。そうですね、秘密だ。うお、葵ちゃんありがとう。ぶどうね、なんかめっちゃぶどう食べたいけど、なんかあのシャインマスカットいっぱい食べたい。お腹空いてる時に食べたら最高ですよ、やっぱり。姉妹で行ってありがとう。姉妹で来てくれてありがとう。姉妹で来てくれ、わかるよ。結構前の方にいたもんね。マスカットいいなぁ、シャインマスカット。そろそろ23時ということなので終わりたいと思います。皆さん寝てください、早めにね。ワールドカップは4年に1度っす。そうだよね、それは知ってるんだよ。こんばんは。皆さん寝てくださいね。じゃあランキングやまーす。13位なおさん、12位 MK さん、11位まさしさん、10位たーさん、9位みなこちゃん、8位ホクピグさん、7位おたはちさん、6位キャスさん、5位ひなしえさん、5位タートンさん、3位あおいちゃん、2位くにしょうさん、1位だいちゃん。ありがとう、ありがとうね。今日も疲れてね、ありがとう、大好き。みんなもお疲れ様。これ着て寝るんだ。ありがとうね、ガチで
皆さんありがとう。お疲れ。お疲れなさ、みんな寝てね。福京さんありがとう。ありがとうございます。ではおやすみなさい。本当だよ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。うわ。